レベインズ・ダッチーズでの活動後、パリに実在する同盟の高級ホテルをイメージしたホテル・コステスシリーズで世界的に有名になる。1968年、心理療法士と司会の両親のもとに生まれる。幼少期はボルドにて過ごす。最初の仕事はパリのレアール地区にあるホテル・コステスの中庭のカフェのウェッターであった。18歳の時に、ウブ・ザ・コロニー。 ザ・ドリームといったボルドーのクラブにて DJ デビューを果たす。学業と兵役を終えた後、ロンドンに6ヶ月滞在し、1992年にパリに戻った。パリではクイーン、ホリピガール、ザ・ロコモーティブ、ディアブル・デ・ランバーズ、プリビレッジといったクラブで活躍した。その1年後、ホテル・レ・ベインズ・イドゥシュのレジデント DJ となり、クロード・シャルと出会う。 1997年に、アルベルト・デ・パナメの紹介によって、ホテル・コステスの共同所有者である寺院、ルイス・コステスに出会い、ホテル・コステスのレジデント DJ になったと言われている。1999年には、初のスタジオミックス作品である、ホテル・コステス、ボリューム1、フランス衣装アズールを発表した。自作である、ホテル・コステス、ボリューム2、ラスイートは、 全作を上回る売れ行きを見せた。このボリューム2の3曲目であるピンク、マルティーニのシンパティックがフランスにて、自動車の CM に採用されたこともあり、ホテルコステス、ボリューム2、ラスイートは10万枚以上を売り上げた。ボリューム1とボリューム2は、フランスのバークレイユニバーサルから発売されたが、ボリューム3以降の作品は、その好調さに目をつけた MSI から発売されている。 これらボリューム1から3だけで100万枚近く売り上げている。ポンポニャックは20以上のスタジオミックス作品を生み出す一方で DJ としても活躍を続けている。グッチやイブサンローランといった有名ブランドのファッションショーでも DJ を務めた。ホテルコステスシリーズその他。ありがとうございます。